はい、どうもゆきです。パワポケ静止実況 R 初期能力縛りでパワポケ3最終パートになると思います。亀田とのガンダーロボとの決戦ですね。正直勝てる気はしてない。やばいかもしんない。でもどの道やんなきゃいけないことあるから、あと2周ぐらいやんなきゃいけないんだよ。それまた後で説明するね。いくぜ。右、これね、最初2回攻撃するまでは速度そんなに速くないんですよ。ただ2回攻撃を受けるとやつの反応速度が上がるんですよね。攻撃できなくない？こっちなんで？あ、やっと来た。よし、で速度が上がる。3連攻撃になる。やべ、くそ、無理。お、実況環境だからかわかんないけど遅延もあんのか、きつい、無理。まあいいや、ちょっと待って、いろいろあるから、どの道俺あと2周ぐらいこれやんなきゃいけないから、もうちょい説明するから、もうちょい待ってて。負けた場合こうなります。おいらの勝ちでやんす。服従回路と自爆装置をセットでプレゼントしてやるでやんすから、一生おいらのために働くのでやんすって感じで、金全部持ってかれて、まあ、87円だけ残してくれたね。で、アイテムを奪われて、服従ルートとなってしまいます。で、この場合、まあ、微妙に残ってるんですけど、ここら辺はもう置いといて、そのまんま行っちゃいましょう。これはね、03で行きましょうかね。これはもう偽りということで、このまま行かせていただきます。あれ、こうなった場合どうなるのかって言った時に、ネオプロペラ団が悪の組織としてスポーツ界を支配してしまうんですよ。これは間違ったルートです。これになってはいけません。そして俺、現在ネオプロペラ団は悪の組織としてスポーツ界を支配している。そして俺もその協力をさせられている。悪いことは嫌なんだけど、亀田くんには逆らえないしな。服従回路ついてますからね。で、ひなこちゃんが目を覚まさなくなってしまいます。このままだと。亀田に負けてしまうと目を覚まさなくなってしまうんです。なんでだって話なんですけどね。ひなこちゃん関係ないやろっていう。ひなこちゃんはまだ目を覚まさない。博士も治療は続けているが、もう二度と目を覚ますことはないかもしれんから覚悟はしておけと言っている。もしあの時、勝ってればって話なんですけど、そこはちょっと若干納得いかないんですけど、一旦暗がりさんとか他のメンツは飛ばして、このエンディングもまあ見たいは見たいんですけど、これは一旦飛ばさざるを得ないでしょう。で、何がしたいかって、これこのままだでも、勝ったとしてもどうせもう一回やんなきゃいけなかったんです。っていうのが、ひなこちゃんルートで、博士の裏の事情とかその後の事情を聞くためには、ひなこちゃんルート何度かクリアしてなきゃいけないんですよ。なんで、あのまんまもし仮にストレートでクリアできたとしても、ひなこちゃんルートクリアには、あの博士のイベント見れないんですよね。なんでそれ見なきゃいけないんで、ちょっとガンダー戦も勝ったとこお見せしてちゃんとやるんで、あの、ひなこちゃんルートもう2周ぐらい回ってきます。はい、ってことで301万のガンダー作ってきました。300万切りたかった。てか400超えるとやっぱきついね。いつか700超えのガンダー作りたいなと思うんですけど、ここまでもう3周したんでね、結構ガンダーと戦ったんですけど、やっぱ難しいですわ。OK、1発。2発。OK、OK、OK。3発。いいね、いいね。あ、やべ。連続攻撃だよ。よし。あと1発。あと1発。オッケー、よしよし。っていうか、ここまで3周したんだよ、ひなこちゃんルート。ひなこちゃんさ、途中でさとみちゃん出てきて、プロペラ団のボス倒されちゃったからさ、倒されちゃったから、ひなこちゃんイベント起きないのあったんだよね。マジさとみちゃん困ったもんだ。でもこれで静止ルートちゃんと見れますよ。まあ、負けたルートも見れたからいいんじゃないかな。コーテンパンディアンス。これに懲りたら世界のスポーツ支配なんて野心は捨てるんだ。スポーツはありのままが一番。ガンダーロボも壊れちゃったし、もうダメでやんす。しかしあんなものまで作ってるなんて、本気で世界征服をする気だったのか？悪いでやんすか？ゆうきくんだって甲子園で優勝したじゃないでやんすか。いや、それと世界征服は。僕は高校で甲子園に行くことすら無謀だったでやんす。でもゆうきくんはやり遂げたでやんす。おいらだって自分の力で何かをやり遂げたかったのでやんす。その気持ちはいいんだけどね、亀田くん。その割には俺ばかり働かせてなかったか？確かに。そうなんでやんすよ。おいらもう暇で暇でいい加減張り合いがなくって、働け。そんなんじゃたとえ世界征服できたとしても、ちっとも満足なんてできるわけがないじゃないか。努力してこそ、苦労してこそ、やり遂げたってことなんだよ。おいらもそんな気がしてきたところだったでやんす。
よし、こうなったら二人して高校時代の野球バカに戻ろう。二人でプロに殴り込みだ。え、おいらも？当たり前だろ。まずは俺を人間に戻してくれ。それはもったいないでやんすよ。サイボーグだってことを隠しておいたらプロで大活躍。まあでも8でバレるけどね、多分そうしたら。了解でやんす。OK、100万いただけますね。ありがとうございます。で、こっからひなこちゃんだね。数ヶ月後。博士、もう何日も寝てないんじゃ。なに、仮眠は取ってるから死んだりません。それで、どうなんですか？クローン再生処理は終わった。これでもうひなこは普通の人間だ。すげえよな、博士、普通に。それじゃあ、喜ぶのはまだ早い。体だけ再生すればよかったお前さんとはわけが違うのだ。記憶の方はどうにもならん。ひなこの脳は白紙の状態なのだ。そこで昔、プロペラ弾の研究所で実験的にバックアップしておいた記憶データを流し込んでいるわけだ。すごいよね、シュタインズゲートみたいなことできてますよ。じゃがな、このデータはひなこをサイボーグとして復活させる前のものだ。それってどういうことですか？自分が一度サイボーグになったことやプロペラ弾のことは何一つ知らん。お前さんにとって一番重要なことは、3年間のお前さんとの思い出はなかったことになるということだ。そんな、でも、それでひなこちゃんが目を覚ますなら、ひなこちゃんが望んでいた普通の生き方ができるなら、うむ。お、どうやら記憶データの流し込みが完了したようだ。それは昔ひなこが使っていた目覚まし時計だ。後ろのやつ？だいぶダイナミックだね。ごく普通の目覚めを演出するならこれが一番じゃろう。後ろのやつでしょ？いや、ごく普通じゃないと思うけどな。割と音は普通だね。さあ、朝だぞひなこ。目を覚ましてくれ。いつものように母さん譲りのうまい味噌汁を作ってくれ。あんな優しい顔の博士初めて見た。あ、お父さん、おはよう。ああ、おはよう。ぐっすり眠っていたな。うん。なんだかすごく長い夢を見てたみたい。あら、お客様？ん？まあ、わしの友人だ。やっぱりもう、俺のことは。はじめまして。ん？ん？ゆうき、さ、いや、もうちょっとここ泣ける、普通に。記憶がないはずなのに覚えてるっていう。はじめまして。ひなこさんでしたよね。ゆうきです。よろしく。はい、よろしく。どっかで覚えてんだろうね。つまりお前さんたちはもう一度出会いからやり直すということだ。ただし、目を覚ましたひなこがまたお前さんのことを好きになるとは限らん。嫌なこと言いますね。なに、父親のやきもちじゃよ。大丈夫です。やり直せます。そして、今度は俺がひなこちゃんを守ります。数年後、そう、このイベントが何回かひなこちゃんルートクリアしないと起きないんですよ、この数年後イベントが。そのためにね、僕は土日を使いました。マジで土日が消えました。でも、やった甲斐があるイベントが見れるんで、ぜひ見てください、数年後。やれやれ。教会の椅子があんなに硬いものだとは知らなかった。腰が痛いわい。ひなこのやつ、あんな野球バカのどこがいいんだか。しかし、これでわしも肩の荷が下りた。さて、ゆっくり風呂にでも入るか。はて、誰じゃな？ BGM 消えた。プロペラ弾来た、潰れたはずなのに。ん？お前たちは、プロペラ弾の残党か？いや、違うな。違うんですよ、これね。プロペラ弾にも実は混ざってたんですよね、奴らが。探しましたよ、ガラサワ博士。30年前のツケ。今ここで払ってもらおう。30年前、そうか、お前たちはここで撃ち殺されてしまうと。30年前といえばね、ひなこちゃんがサイボーグ化したあの頃ですよ。サイボーグ化したひなこちゃんを眠らせて実験とかしてたあの頃ですよ。これで終わりっていうね。いや、3の頃からこの伏線を入れてたのすごすぎんか、パワーポケン。マジでここほんとすごいと思うんだよね。あ、ちょっとこの辺うろ。いや、めっちゃ語りたいこといっぱいなんですけど、これ考察動画とかで出した方が、ちゃんと一本の動画として語れるレベルなんで、ちょっとまとめて出したいっすね。うわぁ、598万円あるのに何も買わずに終わる。悲しい。でも、初期能力縛りの静止実況ってそういうもんなんで。彼女との愛の証である超得だけは持っておきます。ただ、あとはね、できないのよ。これが、初期能力縛りなのよ。つら。唐沢博士が姿を消した。ひなこはもう二度と会えないような気がすると言っていたが、ひなこちゃんと結婚したからね、呼び名がひなこちゃんじゃなくてひなこになってるんですよ。もう俺の妻だっていうことでね、ここちょっと亭主関白かますわけなんですけど、いいですよね、こういうところも。
俺はそのうちひょっこり帰ってくるような気がして実験装置もそのままにしてある。いや帰ってこねえんだなそれが。いやーめっちゃ語りたい。父ちゃん頑張って。頑張りますよ。ええ、何にしろ私の試合での活躍に家族の生活費が、まあ晩ご飯のおかずソースだけとかになるからね。ストライク。戻ってきた家族のためにも。ストライク。そして日本一の選手になるために。課金。やった父ちゃん日本一。いやーこの頃の暗がりさんでいて欲しかった。ここから地獄を見るんですよ。辛いな。プロペラ弾がなくなった今こそ我々が野球界に打って出る時だ。どうせなら我らはアメリカで一旗あげるぞ。あーアメリカ、そうだ。そしてせっかくだから修行しながら歩いていこう。歩いていけないけどな。アメリカ歩いていける。間にちょっと海があるが大丈夫だ。泳いでいけばハワイで休憩できるしな。ダイナミック休憩すぎでしょう。というわけで行くぞ。あおよくわかっていない。だいぶわかってないですね。いや、ということで、パワポケ3ですよ。いや、よくない？あのね、パワポケ3、僕、ひなこちゃん、今3周周回した上でここ来るんで、マジでランダムが起きなくて辛すぎたし、途中、さとみちゃんが来ちゃったせいで、このさとみちゃんね、さとみちゃんが来ちゃったせいで、さとみちゃんプロペラ団のボス殺すんですよ。そのせいで、ひなこちゃんがプロペラ団のボスに撃たれるイベントが消えて、結果的にひなこちゃんルートが途中で終わってしまうっていう事態とかも陥って、その時はね、本当にパワーポケ3を恨んだんですけど、いやーでもね、わー、ジョーさんとかのところに博士が来てる、亀田も来てる、これいいよな。こういうとこがいいんですよ、昔のパワーポケのね、こういうね、ちょっと一万円みたいなのをちょちょちょいって入れる。ここが好きなんですよね、わかる人いるかな。いや、ちょっとテンション上がってるよ。いや、パワーポケ3の終わりテンション上がるんだよな。パワーポケ3ってクリアしにくいがために、終わった後テンション上がるんですよ。これ分かる人いるかな。絶対うちの視聴者さんなら分かる人いると思うんですけど、コナミさんね、いつも素敵なゲーム本当にありがとうございます。ぜひ R もね、3とか4とかやってほしい。でも3バランス調整して、いやでもバランス調整しないのがパワポケ感あるから変にいじんないでほしいな。はい、ということでパワポケ3でした。今回はね、静止実況やってた頃はさっきのひなこちゃんイベント入れられなかったんですけど、今回は入れられたのでとても僕は幸せです。良かったと思ってます。次回はパワポケ4ですね。はい、パワポケ4はいっぱい人が消えるんで楽しみにしていきたいと思います。じゃあ今回はもう語りたいこと、博士ルートについて語りたいこと、博士ルート、ひなこちゃんのこのルートについて語りたいこといっぱいあるんですけど、それはいつか考察動画とかでね、出したいと思います。30年前のツケとか、あのプロペラ団員は、プロペラ団員とはちょっと違うんですよ。そこら辺もね、ちょっと話していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、お願いします。次回、パワーポケ4静止実況 R でお会いしましょう。バイバイ。